東京築地の中央卸売市場で5日朝、新春恒例の初競りが行われ、 180.4キロの青森県大間産のクロマグロが451万円の最高値で競り落とされました。年末年始の休みが終わり、新たな年の取引をスタートさせた築地市場。いやー、関係者の手締めが行われた後、競りが始まり、場内は鐘の音と威勢の良い掛け声が飛び交う中、新春の活気に包まれました。最高値をつけたのは、去年に続き寿司チェーン寿司三昧を運営する清村。最高に嬉しいです。いやー、油の乗り、密室、形、全部よし、最高ですよ。ぜひ召し上がってください。初競りの価格は、2013年に清村が落札した1億5540万円が記録のある1999年以降の最高値となっていますが、去年、今年と高値競争が回避される形になっています。